グリーンパーク駅は、ロンドン中心部にある、ロンドン地下鉄の鉄道駅、ビクトリア線とピカデリー線、ジュビリー線の列車が発着する。1906年12月5日に、グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道、英語、グレートノーザン、ピケディリーブロンプトンレールウェイ、GNP&BR の、ドーバーストリート駅として開業した。 GNP&BR の他の駅と同様に、当駅も開業当初はエレベーターを使って、プラットフォームにアクセスする方法を採用していた。山両線が乗り入れているため、乗り換えの要所としても多く利用されるほか、グリーンパークとピカデリーに面しており、バスの路線も多く地下鉄とバスの乗り換えの利用客も多い。なお、隣接駅として、ピカデリー線のハイドパークコーナー駅との間に、 ダウンストリート駅が存在していたが、1933年に廃止された。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。